ミカゲ。ちょっといい？ミカゲ、私外に調査しに行く。今のままじゃきっと何も進展しない。やっぱネットだけじゃ本当のことはわからないって。だから、なんで？それに何？ミカゲの言いたいことはなんとなくわかる。でも心配はいらないから。私父さんのことでいろいろ言われるの慣れてるし、今さら一つや二つ罵詈雑言が増えたって平気っしょ。私も行く。あんただってこんなこと聞きに行ったら絶対嫌な目に遭う。それなのに当事者の私がのんきにここにいていいはずないじゃん。私のために見かけ頑張ってるのに、そんなの嫌だ。絶対に信じてるから。どうした？ミカゲ、行こう。そういったことはこちらではできかねます。お引き取りください。私の父さんに関することなんだ。本当に私の父さんの命令で工事業者を決めたのか、それだけでも。お帰りください。あまりしつこいようでしたら警備員を呼びますよ。大丈夫、全
然平気だから。あんたいるし、平気。さあ、次、行こう行こう。ん？お前たちに話すことなんてあるわけないだろうが。マスコミに散々嗅ぎ回られて、うんざりなんだ！帰ってくれ！社長は、お会いしたくないと言っておりますので。回ってないじゃん。時間あるし、もっと行けるって。そんなこと。そんなこと言ったら、見かけも一緒じゃん。いいわけないじゃん。見かけだって何度も切れそうになったの、私のために我慢して。かっこつけんな。バカバカ言うな、バカ。バカ、バーカ。ずいぶんご機嫌のようだね、君たち。三影くん。7年前の事故のことを君たちは調べていると聞いた。今すぐやめなさい。どうして？みんなは、私と父さんのために。私は、君たちに、あの事故に関わってほしくはないんだ。私のことを思うのなら、なおさらだ。今すぐやめなさい。どうして？父さん、どうしてそんなこと。失礼するよ。おかしいよ！父さん、どうして？私たちが調べたらどうしていけないの？父さんは、私の父さんは何も悪いことなんてしてないんだよね？それとも、答えてよ！父さん！朝比奈さん、今日は休みか？